アルキさん、ありがとうございます、えー。こちらの情報ね、うん、先ほどもちらっと入ってきましたが、株、えー、君、こんにちは。割、えー、リはのことですが、世界ドーピング機構がしびれを切らして、割、えー、リはの4年間の出場停止勧告を、えー、したようです、えー。これで事実上のインターになるんでしょうか。えー、いつまでも問題を放っておいて結論を出さないスケート連盟、オリンピック委員会、 えー、教会にしびれを切らしてしまったようです。あの未だに団体戦のメダル、選手たちのもとへ届いていません。一体いつになったら解決するんでしょうか。はい、いやももうでも そんな感じで、ワリエワの4年間の出場停止勧告が出たということなんで、た、まあ、多分メダルはそろそろ来る可能性がありますね。まあ、それから、あのー、オリンピックのメダルに関しては、えー、団体戦のメダル、これは繰り上がるということになるんでしょうかね。えー、ロシアがメダル剥奪になり、えー、アメリカが金、日本がこれは銀。 中国がどうという形になるんでしょうかね。もうこれについても、およびあの、おそらく続報待ちということになるかと思います。ただ、あの割合は4年間の輸動停止っていうのはありますけど、これは、あのロシア、今、ロシアでねあの、なんだっけ、グランプリが独自で行われてますが、それについては、 とというううことでしょうかね、うん、まあ、どっちみちロシアはあのー、今戦争してますよねだからどっちにしても多分次のオリンピックまあ少なくとも出ることが多分出れないと思いますだからまあどっちみち4年間の出動停止をしたところであのあまりまあ国際的には意味がないというふうになってしまうんでなんかまあ懲罰的にはまあ、あまり 意味がない感じはしますが、まあ、メダルの剥奪っていうのは必要になってくるかなという感じはこれはしますね。うん、まあ、とりあえず、先ほども言いましたが、すべて一旦検査、調査する必要はあると思うんですが、まあ、今本当と戦争になっているんで、それどころじゃないっていう感じもあるんで、まあ、とりあえず今あの、えーと、もらっていないメダルですね、団体戦の銀メダルについては、まあ、これは早急に、えー、早く渡すべきなんじゃないかなというふうに僕は思いますね。はい はい、えー、そして続きまして、羽生さんのに関する速報というかお話が入ってきましたね。テ、え、ラ、ー、さん、よろしくお願いします、えー。さっきツイッターで見かけたんですが、プロローグ八戸公演の会場、フラット八戸からプロローグ開催期間中の短期アルバイト募集の案内が出てましたということですね。えー、仕事はイベントの設営、撤収お。これはかなり大変ですよ。11月29日火曜日設営。 12月6日の火曜日撤収で時給は1300円、えー。募集人数は斜めだそうです、うんえー。締め切りは11月28日月曜日ですって。ということみたいですよ。うん、なんかドキドキです。えー、地元民なら応募しちゃうかも。男性じゃないと無理かなということですね。なんかそういった感じですね。いやー、でもこれ多分、あのー、まあ、結構イベントの設営とかなんで、 かなり大変だと思いますよ。うん。まあ多分男性が主になってくるんじゃないかなっていう感じが、まあかなり力仕事になってくる可能性がありますが、時給も1300円ですと結構ね、まあ高めっちゃ高めな感じありますよね。うん。でも羽生くんを見ることはできるんですかね、これはね。ねこれ羽生さんそばで見る可能性もありますが、まちょっとわかりませんね、これはねあの、お近づきになるというか、ね、近くに見れる可能性もあるんで。 まあちょっと気になっちゃいますね、これはね。はい。というわけで、えー、速報というか、えー、これで終わりにしてありがとうございます。これで以上です。